こんにちは、みなです。本日はですね、アイハーブの中で私が使ってみて美しい、そして心地いいって感じたアイテムたちをざざっとご紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はアイハーブ久々の動画になるんですけれども、私にとって美しいと心地いいって結構イコールなところがあって、なんか日常生活で目に入れるもの、耳から聞こえるもの、肌に触るものっていうのが美しいと感じると心地いいって感じるんですね。なので結構その美しさっていうのを重視していて、以前からもお伝えしてるんですけど、さっきもですね、動画を撮る前に今日久々に晴れた秋晴れの日だったので、その空がすごく青くて綺麗だったんですよ。なのでその青い空を綺麗だなって言って眺めてたら、またものすごく綺麗な鳴き声の鳥がずっと鳴いていて、そのもう美しい音色に身を貸していたら、今度はこう秋の特有のこうちょっと冷たさが混じる爽やかな風と、ちょっと緑の匂いみたいなのが部屋に入ってきて、もう心地よすぎて美しすぎて、しばらくそこでこう動画撮らなきゃいけないのに聞き入ってしまったというか、そこのその感覚がもうたまらなかったんですけど、こういう感じで私は私生活の中でも結構その美しいっていう時に心地よくなってしまうんですね。で、前置きが長くなりましたが、今日はその美しいって感じたアイテム、使っていて心地よかったアイテム、美しさという点でをご紹介していきます。で、まあ、視覚的な美しさとか嗅覚的な美しさとかいろいろあると思うんですけど、まず嗅覚からいこうかなと思います。はじめが、はい、こちらのネロリのオイルですね。エッセンシャルオイルで、オーラカシアのものです。で、これはホホバオイルに希釈されて入っているタイプなので、なんか直接肌に塗ったりとかできるようなタイプでして、ネロリの香りがお好きな方はすごくおすすめです。オレンジのお花でしたっけ、ネロリって。すごいネロリの心地よい柔らかい、なんかちょっとその柑橘の要素を含ませたお花の香りがして、すごく癒されるんですね、私的には。で、これをもうオイルに希釈されてるということで、ディフューザーで使うというよりは、なんか実際こう手につけたりとかして使うとより香りが感じやすいかなっていうことで、私はメイク前とかスキンケアをする前に手に一滴垂らして手の全体に塗り込むんですね。で、そっからメイクをし始めたりとかスキンケアをしたりとかすると、そのネロリの香りでもうなんかこの辺が満たされるし、その例えばメイクしてる時とかこう揺れた時とかに手がものすごく心地いい感じになるんで、それにハマってます。そう、すごくね、素敵な香りですね。私の今の私が嗅ぎたいような香りで、その香りばかりは好みがあるのであれなんですけど、ネロリが好きな方はおそらく好きじゃないかなと思います。で、続いてがこちらもオーラカシアのエッセンシャルオイルなんですけど、以前もご紹介したことあるハートソングですね。これはもうずっと前から使用しているもので、ラベンダーとコリアンダーとゼラニウムとローズがブレンドされているものなので、なんか初めからちょっと深みのある香りがします。で、なんか確かにラベンダーとゼラニウムを感じるかな、まあ、ローズとゼラニウムってちょっと似てるので、なんかお花をこうすごくブレンドされてる香りで、香りが結構しっかりするとは思うんですけど、こういったこう女性らしい、お花で甘みのある香りが好きな方はおすすめです。なんかこう定期的に嗅ぐ香りって変えていて、私もその時の好みの香りとかあるので、いろいろアロマオイルとか変えたりしてるんですけど、これはまた最近、前もすごく好きだったんですが、最近また戻ってきて、寝る前とかにディフューザーで炊いてるんですけど、そう、すごく、なんかうっとりする香りだし、しっかりお部屋に香りが広がりますのでおすすめです。で、すごく女性らしい香りなんですけど、まあ、男性がダメかっていうとそんなこともなくってうちの主人はこの香りが広がっ
ってるとすっごいいい香りするって言ってるので、そう、男性にもそんなに嫌な香りではないかなと思います。なんか気品のある香りで大好きですね。はい、で3点目がこちらのボディーローションですね。これは結構新しめに入ってきた商品だったかなと思うんですけど、ダーマイーのビタミン E ラベンダー&ネロリというものです。なかなかネロリの香りがするボディケアアイテムってそんなに多くはないかなと思ってて、ラベンダーっていうのはよくあるんですけど、そうで、これ結構ネロリだなっていう香りがするので、私なんか今ネロリの気分なのかもしれないんですけど、そう、ちょっと爽やかなんだけどお花みたいな香りで、ちょっと酸味があるような香りがするんですが、結構その香りが好きでうっとりして癒されてました。使用感としてはちゃんとしっかり保湿されるタイプですね。入ってるものもね、すごくこうなんかナチュラル寄りなものだと思うので、ナチュラルな製品が好きだよっていう方にもおすすめですし、そのネロリ好きの方にもおすすめかなと思います。寝る前のボディクリームとしてラベンダーも入ってるので、すごくなんか落ち着くというかゆったりした気持ちになれるボディクリームです。私は特にこう香りやすい上半身につけることが多いんですけど、結構好きだった。よくボディクリーム買うんですけど、最近の中でも結構その香りという面でヒットしたアイテムです。はい、で香り物は以上で、続いてが視覚的に美しいなとか心地いいなって感じたアイテムです。はい、まず1点目がこちらですね。こちらはインスタでもご紹介しているんですが、フィジシャンズフォーミュラでアイハブでは新しめに入ってきたアイシャドウパレットなんですけれども、そう、ローズのシリーズで、まあパッケージもね、なんか紙ではあるんですけど結構美しい女性らしいパッケージになっていまして、カラーが結構好きでした。なんかローズ系なんですけど、そのあまり肌色がくすむようなローズではなくて、こんな感じの色味で、マットのものとグリッターのものが入っています。ここのブラウン、これすごいベーシックなブラウンに見えるんですけど、私このブラウンをよく使うんですが、このブラウンですら結構ピンク寄りのローズっぽい、なんだろう、黄みが入ってるんですけど、ちょっとピンク寄りのブラウンに発色したりとか、全体的にちょっとピンク感が出てくるようなパレットで、なんかこう品のある女性らしい目元に仕上がります。で、このキラキラな部分、こういうとこことかこことかこことか、すごくこのグリッターがね、結構その大粒のラメが入ってるんですけど、これがこう真ん中の部分に乗せてあげたりとかするとすごく綺麗で、キラッとしてね、なんとも美しいんですよ。で、これちなみにすごくローズの香りがするんですね。まあ、もちろんその人工的なローズの香りではあるんですけど、なんかこの香りも結構私好きで、ちょっとわからない、好き嫌いは分かれるかもしれないんですが、フィジシャンズフォーミュラの商品って結構香りがしっかりつけてあるものが多いじゃないですか。で、私はその香りが、フィジシャンズフォーミュラのものはそんなに嫌いなものがないんですよね。個人的な好みなんですけど、これは。で、このバラの香りもすごく心地よくて、なのでこの香りもなんか相まって手に取りたくなってしまう。美しいなって思う感覚がより強くなってくるパレットで、なんか毎日使っています。で、マットが入っているしのですごく使いやすいし、締め色の色味もちょっと赤みが入っていたりとかピンクみが入っていたりとかして、女性らしくそこまでこうきつい目元にはならないので、なんか品があるような顔に仕上がる気がしてすごく好きです。で、先ほどのアイシャドウに合うなと思った色味のチークとしてはこちらですね。このエルフのオルウェイズロージーっていう色味なんですけど、
こんな感じの、まあ、くすんだローズカラー。このカラーは非常に先ほどのアイシャドウに合います、まあ、どんなメイクでも合わせやすい品のあるちょっと女性らしいピンクなんだけど浮かないくすんでるカラーで深みがあるので色黒の方にもおすすめできるローズ色かなって思っています。こなしても細かいですしそんなしっとりしてるタイプではないんですけどそうマットなタイプで非常に使いやすいし安いのでこれはおすすめですね。リルグのものは香りはついてないですよね。まあシンプルにド定番のそのなんかこう気品のある顔に仕上げるときに美しい色味だなと思います。はい、で続いてもチークなんですけどこれも最近購入した、まあ、割と新しめにアイハーブには入ってきた商品なんですがムルムルバターブラッシュコッパーカバナっていう色味ですね。これもねちょっと似たような色味ではあるんですけどこっちの方が黄みが強いちょっとオレンジ寄りのもうちょっと日焼け肌みたいな感じで発色するものです。こちらもねぜひ色黒の方におすすめしたいかなっていうヘルシーな印象に仕上がるもので先ほどのアイシャドウとももちろん合うんですけどもうちょっとこうブラウンだったりもうちょっと黄みが強い感じの色味のメイクとかしたい時に程よくこう血色感を高めてくれて結構濃いめというかその暗めの色味なので肌から浮くことなく使うことができます。ちょっと色白の方にはもしかしたら濃く発色するかもしれないんですけどそう色黒の方って結構チーク難しいっていうかちょっと安っぽい顔に仕上がっちゃう明るめの色をつけるとっていうのがあって深めのカラーを探すのが結構大変なんですけどこれはすごく自分の肌を活かせる色味だなと思って好きでした。でこちらはフィジシャンズフォーミュラ定番のココナッツの香りですね。こちらもすごく好きな香りなのでテンションが上がりますしこちらに関してはさっきのエルフのものよりもしっとり感が強いのでよりこう密着する感じでこのしっとりした感じのテクスチャも私はすごくこの好きなポイントです。なんか香りとそのテクスチャーの気持ちよさみたいなのもちょっと美しいとか心地いいって感じるポイントなのでこの、まあ、断面とかねこういう細かい話なんですけどなんかこのうねうねっとした感じで触るとしっとりする感覚がすごく私的には美しいですすごく好きな商品です。はい、で続いてが触覚というかその触れ心地とかがもう最高だなって思ったアイテムたちなんですけどこれはスキンケアですね。まず一押しアイテム今日の中でも一番の推しなんじゃないかというアイテムをご紹介します。はい、こちらのクレンジングオイルでございます。これはですねラディアントソウルビューティーということでアイハーブのまたプライベートブランドから新しいこのラインが出てます。これは韓国コスメ寄りというか韓国の多分工場で作ってるのかな韓国の知恵を借りましたみたいな感じのものでこれはねバランシングチャコールクレンジングオイルということで真っ黒のオイルなんですね。もたっとしたで広がりにくいは広がりにくいんですけど私は3から4プッシュぐらい1回で使います。でゆっくりこう肌になじませていく感じなんでサラサラのオイルではないんですけど結構時間をかけてくるくるしてると肌のザラつきとかがこうつるってなくなっていくというかポロって取れてきたりとかするような感覚があるんですね。でメイク落ちとかは結構いいと思うんですけど洗い流した時になんというふわふわな肌っていうぐらい肌が変わるんですよ。私クレンジングオイルってそこまで肌の質が変わるっていう風に感じることはなくてスキンケアのその美容液とかで肌がふわっとしてきたなとかあるんですけどまあ自分のその肌サイクルというか周期によってあまたちょっとザラつきが増えてきたなあまた綺麗になったなっていうこの流れがある中でのまたスキンケアのラインでいい悪いがあるみたいな感じだったんですけどこのクレンジングにしてからもう安定してずっと肌が柔らかい感じがするんですよね。自分の肌周期に関係なく
それぐらいなんかこれの力が強すぎて、ちょっと他のアイテムも今回スキンケアご紹介するんですけど、どれが一つ一ついいのかがわからないぐらいこれがまずいいっていうことですね。これをすると肌がすごい柔らかくなってふわっとするから、後に入れるものも吸収しやすいかもしれないし、効果が発揮しやすいかもしれないので、で、まあ欠点を挙げるとすると、すごいこう量を使うっていうこと、まあ、私もこれぐらいはここぐらいまでになってきてしまっているんですが、そう、あのいつもだったら多分ワンプッシュかツープッシュぐらいでクレンジングオイルって済むと思うんですけど、倍ぐらい使いたくなる感じはあるんですよね。で、あとちょっと目元のギリギリまで攻めてたりすると、あの後にちょっと染みてくる目にっていうところはあります。クレンジングオイルでも全然目に染みないものってありますよね。なんですけど、これはめちゃくちゃ染みるってことではないけど、順番に染みてくるかなっていうところはあるので、目元がよっぽど結構しっかりメイクされてる方はアイメイクリムーバーとかで落としてからの方がいいかもしれないんですが、なんかとにかくね、すっきりするし、ふわっとするし、肌がワントーン明るくなるし、多分なんかこの不要なその汚れにチャコールが吸着してるんじゃないかなと思うぐらいなんですよ。だからすごいびっくりして、その1回使った時にいきなり肌の感じが変わったから、もう焦ってもう1個次買いましたよね。それぐらいなくなったら嫌だって思うぐらい好きな商品だったんですよ。今までスキンケアでそこまで、まだ使い終わってもないのに次を買うことってそんなにないんですけど、これに関してはちょっと私はすごく好きでした。ただあの ものすごく乾燥する方とか、もともと肌がふわふわで柔らかい方はより乾燥してしまうかもしれないし、ちょっとね、そのこのクレンジングオイルしてからしばらく何もつけずにいるとすると、ちょっと顔がパリッとしてくるなっていう感じはあるので、あのしっかり落とすんだけど、ちゃんとその後に保湿はしてあげたいなっていう感じなんですが、そう、なんかザラつきがある方っていらっしゃいませんか？その私はもうフェイスラインとか、あの小鼻とかがすごいこうザラつきが出やすいタイプなので、たまりやすいというか、その方に非常におすすめのオイルですね。多分ね、肌の感じが使う前と使った後だと一発で変わるなって感じがわかると思うんですよね。なんかこれさえあれば怖くなくなったっていうか、あとは保湿してあげようみたいな感じになったので、ちょっとこれの尺が長くなってしまいましたが、とにかく今日一番おすすめのアイテムだったので長めにご紹介をしました。あ、すいません、もう一点ありました。香りをお伝えしてなかったんですけど、これね、香りも私結構癒される好きな香りがして、なんて言うんだろう、柑橘系なのかな、これは。多分柑橘ですね。グレープフルーツみたいな柑橘系のすごく爽やかな香りがします。クレンジングで爽やかな香りってすごくいいですよね。ということで、香りも良しということで次いきます。じゃあ続いてはこちらの、ガラクトミセスピュアビタミン C グロートナーサムバイミーという韓国のブランドのお化粧水ですね。ちょっとね、先ほどのそのアイハーブのハウスブランドのお化粧水もすごい使いたいんですけど、ずっと在庫切れになってしまっていて買えてないので、これの後はもしかしたらそっち買うかもしれないんですが、今のところこれを使っていて、ビタミン C がすごく入ってるっていうことと、あとガラクトミセスですね、これがあの多分 SK2 とかのペテラエッセンスでしたっけ、あれも確かガラクトミセスが入ってると思うんですけど、もともと私 SK2 のあの化粧水もすごく好きなので、ちょっとこれも使ってみました。で、ブライトニング効果、多分くすみとかをなくしてくれるようなところが、まあ、ビタミン C が入ってるのであるのかなと思うんですけど、確かに肌のくすみとかなくなって透明感が出てきてるような気はしてます。なんですけど、さっきのクレンジングオイルなのかこれなのかっていうのがちょっと分かってないです。で、使い心地がすごく好きで、まず香りが、これはさっきのとは違うけど、また柑橘の香りがします。このね、爽やかな香りは好きなんですけど、つけて いくうちに最終的にちょっとビタミン臭っていうのかな、なんか金属みたいな香りというか、ちょっとその鉄棒とか触った後の香りみたいななんて言うんだろう、そっち系の香りが残るから、これが気になる方がもしかしたらいるかもしれないんですけど、私はそこまでその嫌な香りではないですし、
手についた香りが結構残るんですけど、顔はそんなに感じないので、うん、使ってます。でこれは結構サラッサラのお化粧水ですね。シャバシャバ系なんだけど塗り込んでいくとちょっとしっとりしてくるタイプで、こういう感じのお化粧水の質感がすごく好きです。であと液体の色は黄色なんで、ちょっとこぼすと机とかがこう黄色くなる感じはあるんですけど、拭けば取れますね。やっぱりビタミン C ってちょっとそのお肌に入れたいなっていう気持ちもあって、でそれでかつガラクトミセスが入ってて使用感がすごくいいってことで、私はこれすごく気に入っております。今ここ最近使った中で一番気に入ってるかも。はい。で続いて美容液がこちら。これも先ほどのアイハーブのプライベートブランドのラディアントソウルというブランドの、リバイタライジングユースプロテクトセラムということで、あ、これもしかして真空なのかな。なんか下の二重構造になっててプラスチックなんですけど、下の部分底が上がってきてる感じですね。真空ボトルなのかも。新しいですね。でこちらはですね、なんか美容液っていうかちょっと軽い乳液みたいなテクスチャーで2、3プッシュぐらい使ってるんですが、こんな感じの半透明な液体でこう伸ばすともスーッと伸びていく感じです。うん、伸ばすとなんか水みたいになって伸びていきます。あー、でこれ香りがね好きですね。この香りもさっきのクレンジングの香りとはまた全く違って、うん、こういう香り私好きなんですよね。韓国のスキンケアラインであるような香りかも。グリーンティーの香りっていう商品によくついてる香りかな。なんか爽やかな香りなんですよね。そう、グリーンティーの香りだと思うこれ。うん、すごく爽やかな香りだけどきつすぎないし、もう今しなくなってるのでそんなに長い間する香りもないし、この香りあんまり嫌いな方いないかもしれないような私は香りかなと思うんですけど、これもねすごい私好きで、何が好きってこう言いづらいんですけど、すごくファーッと伸びてくれて肌の質感もしっとりするし、変なベトつきもないし、で翌朝起きた時の肌がもうちょっとこれ何のせいかはわからないんですけどふわっとしてます。うん、なんかね全部このラインで固めてあげた時にもうすごい肌の調子がいいので全ておすすめなんですけど、価格もプライベートブランドってことでお買い求めしやすい価格の割にすごく質がいいんじゃないかなと思ってます。朝だろうが夜だろうが全く何の邪魔もしないセラムですごく好きですね。何が入ってるのかというと、あ、こちらもビタミン C が入ってるみたいで、上質なオールインワンエイジングケア美容液ということで、ビタミン C、ヒアルロン酸、キャビアエキス、ペプチド、果実エキスを効果的に組み合わせて配合した贅沢で軽いつけ心地の美容液、肌トーンと張りを高め潤った明るい印象の肌へ。なるほどね、いいみたい。すごくね、いろいろなものが入っているということが分かりました。エイジングケア系の美容液ですね。すごくいいと思う。このポンプ式なのも、この、 パッケージもすごく使いやすいですし、そうシンプルなデザインで、もうこのクレンジングがいいから間違いないと思って美容液も買ったんですけども、これも間違いないですね。もうトナーも買いたいです。はい、という商品です。はい、続いて同じくラディアントソウルビューティーのこちらブライトニングモイスチャライジングクリーム、これを最後にして終了っていう感じで私は使用しています。これはまた違う香りがするんですよね。これもね韓国のスキンケアにあるような香りなんですよね。ピーチみたいな香りがするかも。ちょっと私的にはこの香りも私全く嫌な香りじゃなくて爽やかな香りなので好きです。香りも程よいですし、やっぱり韓国で作ってるんですね。韓国でしか作れないその成分とかあるんでしょうね、きっとその国によって制限されてるとか、だから韓国でもこういうラインを作ったのかなっていう気もしていますが、こちらのクリームはシミを目立たなくして潤った明るい印象の肌へっていうことで、やっぱりちょっとエイジングケアラインというかそういう感じみたいです。で、そう、なんかこれはね、クリームなんですけど、なんて言うんだろうな、ウォーターベースというか、ちょっとこの半透明
っていうのかな、クリームでもすごい油分が多いクリームだなっていう感じではなくて、ちょっとなんかウォーターバームみたいなものにありそうな質感、伸ばすとすぐ透明になる感じで、そう伸びもものすごく良くて、で、うん、なんかこっくりっていうよりはみずみずしい仕上がりになります。でかといってそのすぐ乾燥するとかそういう感じではなく、結構いつまでも保湿感はあるんですよね。これも私的にはすごく心地よくてちょうどいいです。なんか簡単に伸ばせるし不快感がない、全く。ちょっとね、このラディアントソール、こちらのブランドはフェイスパックみたいなのもあったと思うので、それも気になってますね。結構いいかもしれないって密かに注目しているブランドです。ということで本日は以上でございます。なんか美しいものをご紹介するとすごくテンションが上がるんですけれども、こんな感じで私が美しい、心地いいって感じたアイハーブのアイテムのご紹介でした。気になるものはありましたでしょうか。まあ、私は今回の中でもダントツおすすめはクレンジング、こちらですね。こちらはちょっと肌のゴワつきが気になる方に使ってみてほしい。もうなんか私これ使い出してから、またこれの話になるんですけど、スクラブとか一切使わなくなりました。それぐらいもう肌が柔らかさを保ってる、あんまりゴワついたりしないし、もうこれ以上何か取ったらしたらなんか肌に負担かかりそうって思うぐらい、しっかり肌のなんか余分なものを取ってくれてる感じがするので、まあ、ものすごく心地いいです。で、あとはこれが最近はすごくお気に入りで、なんかうっとりしながら毎日使ってます。で、あとマイブームのネロリですね。このあたりが特別にお気に入りのものたちです。何かあのお買い物の参考になったら嬉しいです。はい、ということで本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。バイバーイ。